ドンに襲いかかるゴジラ。ゴジラは一体どうなってしまったのか。そしてトレバが撮った写真に写ったものとは。なんだこれは。そんなアホな。何これ。ねえ、資料会をリストラされるとどうなの。天国へ行くことになります。はい、いいじゃない、行きなさいよ。とんでもない。あんなところ、明るくて綺麗で穏やかで、まるで地獄のようなところです。はい。あれはスペースゴジラや。死んだはずのスペースゴジラの霊がゴジラの背中についとる。こんなことあるの、信じらんない。これぞまさしく幽霊写真だ。ラドンを襲ったのもスペースゴジラの霊が取り付いていたから、一体どうすればいいの。そら、お祓いでもするしかないわな。お祓いか。そういうことはキングシーサーだ。そや、キングシーサーは怪獣の長老やから知らんことはないですわな。キングシーサーはいつもどこにいるの。多分今頃は悟りの森だろう。悟りの森、うん、彼は月に一度瞑想するために森のどこかにこもるんだ。ゴジラ、アンギラスの谷へ接近。ラドンに続いて今度はアンギラスを襲う気や。急ぐんだトレマ。了解。死神さん、どうやら小娘が動き出したようよ。ちょっくら私もう一度行ってきます。はい。